다시 안 해주세요. 毎年箱根に行ってました。大涌谷だったりとか、その箱根から近くに行けるところに遊びに行って、その後その場所に泊まるっていう夏を結構過ごしていました。忍野八海っていう、多分山梨県とかどっかにあるところの池がすごい綺麗なところにも連れてってもらって、鯉とか魚とか見るの好きなんで、そこに行って魚見たり、フルーツのソフトクリームが売ってるんですけど、 それを食べるのが毎年楽しみで、小さい時は1ヶ月前からその旅行に行く準備をして、ずっと楽しみにしてました。お父さんに基本的には手伝ってもらいながら、貯金箱を作ったりとか、いろいろやったんですけど、お酒が入ってる瓶あるじゃないですか。上と下で繋いで、真ん中口のとこ繋いで穴開けるんですよ。なんか蓋を繋いで。で、開けて中に海苔入れて、 こう、海苔時計みたいなのを作ったことがあって、簡単に作れるんですけど、それ作って提出したら、まさか特別賞をもらえてて、県の、なんか出展されるぐらい結構好成績を取ったのが過去に1回だけありまして、それだけはちょっと自慢で、適当にやったら3分ちょうどなって、本当にこんなことってあんだな、みたいなの。<笑>はい、今はやっぱり、 花火が一番楽しいなっていうふうに思いますね。あと、お祭りも、仕事帰りの途中とかでたまに都内でやってたりとかするんで、そういう時は、覗きに行ったりとかして、キュウリの一本漬け食べたりとか、そういうのをやったりとか。<笑>確かに、そうですね。渡辺とかじゃないですよね。入ったことないんですよ。そうなんですね。はい。一度もなくて、撮影で入ったとしても足先とかなんで、 多分あれは入ったに多分ならないですよね。服着てるんで多分。だからそうですね、入ったことないです。海に入ったら、サーフボードの上でこうやって棒持って、サーフですか？あれをずっとやりたいって5年ぐらい前から思ってるんですけど。そうです、入ってない。毎年ハワイ行ってるわけじゃないんですけど、頻繁に出た時も、来年こそは絶対やるぞって思っても、 その年になっちゃうとやっぱめんどくさいからいいかなと思って、ハワイ行って後悔してみたいなのが多くて、未だにまだ実践できてないんで、近々できたらいいなって思ってはいるんですけど。はい。はい。無事にインタビューと撮影終えました。すごい撮影も賑やかで楽しかったです。ありがとうございました。ぜひテンペスト聞いてみてね。